皆さんこんにちは、チェでございます。人食い掲示板の噂のパート2ですね、やっていきたいと思います。ですね、今から始まったんですけども、初日教室放課後、エリの部活動を手伝う約束をしたため、これ新聞部でしたっけ、一回北川廊下へ向かわなければならない、しかし本当は帰ってしまいたのだが、とね、やり方はどうなんでしょうね。自分同行者所持品という方で状態異常なしってことは状態異常があったりするんですかね。これが会話か、特に会話をする状況ではありませんと。システムは、ログウィンドウ、キーメッセージを表示しない。システムメッセージを表示しない。設定について、設定データは自動で保存されます。削除したい場合はデータクリア。なるほどね。結構丁寧な作りがしますね。じゃあやっていきましょう。今ね、これ多分おそらく行けるところはピックアップされるような感じですね。行きましょう。これ今、これで、北側廊下へ向かわなければ、1階北側廊下ですね。これは今、1階廊下。方角がわからないな。北側廊下行きますか。気乗りはしなかった。気乗りはしなかったが約束を守り北側廊下へ足を運んだ。エリは待っていたようで、こちらの姿を確認すると足早に近づいてきた。何はともあれ彼女と会話してみる必要がある。会話ボタンにびっくりマークがついたときはボタンクリックにより会話が進行します。ゲーム進行に必須の会話もありますが、もしできる会話もあります。フラグですかね。やっていきたいと思います。島本とエリー、これ相手ですね。よかった、もしかしたら来てくれないかと思ってた、西村さなえ、約束しちゃったものはしょうがないもんね。でどうすんの。ここが人食い掲示板のあった廊下ね。ここから調査を開始したいと思うんだ。当時を知る何かがあるかもだし、じゃあ張り切っていこうとね。島本エリと同行することになりました。同行者に島本エリが組まれましたってことね。結構なんかしっかりしてますね。見れるんだ。自分自身、これね、自分をクリックすると自分自身第二学年帰宅部クラブやみたいと言ってましたね。島本エリさんは友人のエリだ。同じく二学年し、あら消えの早いね。新聞部所属ですね。所属品は学校の制服、ちょっとは外じゃ破れない。学校してのカバン結構丈夫ということですかね。まだびっくりマークついてますね。はい、西村さなえが、掲示板があったのはどのくらい前なのと。どのくらいだろう。その辺も調査するっていうことで、早く終わらせて帰りたいということで、要はほとんど情報がない状態ですね。エリは廊下を行ったり来たりしてる。彼女何を調査だろうかということ。こういう動作まで、同行者の動作まであるんですね。特に会話をする状況ではありませんということで、調べれるものは指がね、ポインターがね、マウスポインターが指のマークになるみたいですね。はい、霊感のある人なら何か感じたりするのか。ここに乗るの掲示板が あったというわけで、掲示板があったということね。あとは移動とエグジット、鍵がかけられてる。鍵かけられてエグジットじゃないですけどね。もうすぐ日が暮れる。ここに何かあるはず。何かってなんだっつーのと。この場で何かを見つけるまでエリは納得しないだろう。分かりやすいなこれ。
というのはここのことかな。あーなんかでこれかな。かすかに汚れている会話は、あ、なんもないね。のれの掲示板の場所、あ、ここの画面はここまでかな。で、今度はこれ以上動かな、動かねえよってエリさんが言ってるのかな。かといって何かがある感じでもないですね。調査がまだ終わってない。まだかい。なんだろう、かすかに汚れている。何回もクリックしないといけないのかな。会話をする状況ではありません。外に出る必要もないだろう。え、なんだろう、これは早苗さんと会話、あ、自分ね、自分相手に会話してもしゃあないね。おほほほほほ、状態異常なし。なんだろう、なんか足んないのかな。ね、北川廊下での調査がまだ終わっていない。なん、これ外窓見るだけよね。もうすぐ日が暮れる。え、なんだろう。とりわけ何かあるようには見えない。窓しか見えないよね。北側廊下。掲示板汚れている、汚れ、はい、なんだいこれ、へえ、システム、いやこれは関係ないよね。キーメッセージ関係ないね。およよ、なんかあるかな。これは、あ、会話の内容か。調査、鍵がかけられているんですけど、何の調査できるんだい。いや、これ参ったな。調査するもんがかすかに汚れている。会話できないのかい。で、振り向きます。2箇所しか振り向けないのよね。会話を戻っていくと、あ、その辺も調査、行ったり来たりしてる彼女なりの調査だろうか。ここに何かあるはず、何かあるはず。会話ができません。日が暮れるでしょ、これね、出るのはね。おー、なんだろう、突っ込むのはダメなのよね。調査がまだ終わってないと。へえ、もう早速詰まっちゃった。こら、つらいね。よいしょ。どういうこと？霊感のある人なら何かを感じれるんだろうか。霊感のある人なら、学校指定のカバン結構大丈夫。アイテム、あ、ア
イテムがダブルクリックで持っていける。シングルルームでは無視設定ができません。なんだい。おう、カバンを、お、所持品が使えるのかい。おう、はい、じゃあこっち、おう、なんだろう、外に出る必要もないだろう。無視設定、シングルゲーム、何これ。ひょっとすると複数人数でのプレイができるのかい。そんなバカなこと言っても仕方がないでね。よいしょ、おう、こらまずいな。ねちょっとね、ちょっと困っているので、ダブルクリック、ほよよ、ちょっとね、この辺で一回終わってみて、なんか身長超えてそうならね、また復活してみたいと思います。人食い掲示板の噂ね、パート1、ごめんなさい、パート2ですね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。